今日は真我と自我、裏表の関係についての話をしてみたいと思います。私たちは真我だ自我だと言いますけれども、その真我と自我の関係はまだ理解してないわけでございますね。物には必ず裏表があるということでございまして、真我と自我は裏表の関係でございます。表の方を見ますと自我でございまして、裏の方を見ますと真我でございます。表の方を見ますと肉体で、裏の方を見ますと生命でございますね。その生命と肉体は表裏一体といいまして、この裏表の関係で存在しているのでございまして、一側面で物っていうのは存在できないんだと。必ず物にはこの裏と表があるんだと。で、私たちはこの表を見て表だけに生きちゃってしまって、裏の方を裏切っているわけでございますね。だから裏切り者でございます。表だけに無我夢中になってしまって、裏の方を認めない、受け入れない。その真我というのは作り主で、その自我というのは作られたもの、親子の関係でございます。内は作り主、外は作られたもの。作られたものは裏で、作られたものは表であると。すなわち創造物と被造物の関係、これが真我と自我の関係でございます。で、私たちは作られたものだけに無我夢中になって、作り主である親を、子供が親を裏切っているようなもの。親子一体、私と天の父とは一体であると言ったのはその意味でございますけれども、なかなか理解ができないと。すなわち聖書に書いているそのキリストとユダという関係でもございます。キリストはその真我でございまして、ユダは自我でございます。で、自我が真我であるキリストを裏切るわけでございますね。私たちは本当に今この地上界にはみんな裏切り者しか住んでないわけです。私たちは表の作られたもの、作られたものだけを見て無我夢中で、作り主を忘れていると。子供が親を忘れているようなものでございます。私たちに生命というものがなかったとすると、肉体というのは存在しないんでございますね。表を見れば肉体、裏を見れば生命でございます。あるいは霊でございます。だから人間というのはこの表だけで物が存在しているんだという考えを持っているわけでございますね。手のひらにも裏表がございます。その裏表はどこからは表で、どこからは裏というのがないんでございますね。紙切れ一つにも裏と表がございます。皆さんのつけている洋服にも裏と表がございますね。表だけでは存在できないんです。物には必ず裏表がございますけれども、その法則を知らないがゆえに人間は迷っていますので、表だけを見て表だけを意識している。これを表面意識、自我意識というわけですね。表面意識はイコール自我意識でございます。表面だけを見て表面だけを意識していけると。で、億年といいまして、内側を意識せねばなりませんけれども、誰も内側を意識する人はいない、見る人もいない、振り向かないというようなことで、全部現れている部分だけを見て、表している部分を見てないと。すなわち真我は天で、自我は地でございます。天地一体といいまして、内は天、外は地、ね、内側のことを内界といいまして、それを天といいます。外側のことを地というわけですね。で、皆さん方は外しか見ませんので、天を見ないわけです。外側の現れている部分だけを見て、表している部分を見てないと。ここに植物がございますけど、この植物は現れている部分でございまして、その現れている部分でございまして、表している生命があるということを忘れてはならないですね。で、現れているものは見えますけれども、表しているものは見えないんです。すなわち真我は見えない存在なんですね。見えない存在。自我は見える存在。すなわち空と色でございます。釈迦は色即是空、空即是色と言いまして、この見えないものと見えるものとは一体ですよということを釈迦は言われたわけですね。しかしどうしてもこの人間というのは見えるものに取りつかれていますので、この背後にある見えないものというのを認めない